ワロタピーポーは日本の女性アイドルグループ NMB48 の楽曲。作詞は秋元康、作曲は K.Wonder SAS さんが担当した。2017年12月27日に NMB48 の17作目のシングルとして吉本ミュージックエンタテインメントから発売された。 楽曲のセンターポジションは、白も見るが務めた。前作、僕以外の誰か、から1年ぶりのシングル。通常版タイプ ABCD、劇場版の5形態で発売。シングル表題曲としては、らしくない。以来3年ぶりに白感がセンターを務め、単独としては、初となる。選抜メンバーは、前作から4名限の16名で、岩田桃夏と、 上西玲が初選抜となった。前作の選抜メンバーのうち、グループを卒業した、上西恵、須藤りりか、藤江玲奈、矢部下ひらぎのほか、川上千尋、釧路里奈、内騎が外れ、市川み織りが、天神姫以来三作ぶりの復帰となった。W を模した、ワルタポーズ EDM 調でダンサブルな本曲は、炎上や晒し上げなど、 インターネット上の隅がたさを明るく笑い飛ばしたものになっている。振り付けはシーリハチボーイが担当し、両手で W を表現したワルタポーズがポイントとなっている。2017年11月15日に放送されたベストヒット歌謡祭2017でタイトル並びに選抜メンバーが初公開されるとともに楽曲を初披露したアーティスト写真でメンバーは 白の衣装を身にまとう一方、ジャケット写真ではカラフルなパイにまみれる。ありがとうございます。